オスカープロモーション公式 YouTube チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは、庄司浩平と申します。ちらーん。今回は、私が出演中の、テレビ朝日系のドラマ君と雪手作新選組青春録、のことについて、お話をしていきたいと思います。私はですね、この、はい、どの辺かな、まあ、右上のキャラクターですね、私が務めます。実在する人物の斎藤はじめという人物を演じております。で、斎藤はじめのまず軽く紹介になるんですが、広く一般に知られてるイメージからすると大河ドラマだったりですとか、あの漫画のルローニケンシンに出てくる斎藤はじめが有名かなと思いますので、ややちょっとこの大人っぽいイメージで、すごくクールで、剣が立つというイメージが多いと思うんですが、実は斎藤はじめ、この新選組の主要メンバーですね、今回いるのが近藤勇、土方歳三、芹沢鴨、沖田総司、原田佐之助は、実在する、あ、そして山並圭介が実在する人物としてドラマ内に出てくるんですが、誰よりも若いです。とても若くして、身分浪士組に、もう最初の司令官時代からですね、まだ浪士組になる前の司令官時代から、関わっていた、もうその発足、新選組の元になる集団の発足メンバーの一人になります。そして、この時代に関しては、要は幕末から生きてる人物ですが、とても長生きをしておりまして、70代まで生きておりますね。そしてあの大体やっぱりこの戊辰戦争だったりですとか、特に土方は五稜郭の戦いなんか有名ですけど、まあ、いろんな戦いで命を失っていく中、彼と、2番隊隊長の、今回のドラマには、いないんですが、長倉新八という人物がいまして、その2人が、あの斎藤はじめと2人が長く生き延びて、長倉の方が結構なんて言いますか、江戸っ子気質で語り部というか、いろんなことを語って、それが現在のこの、まあ、新選組を、ね、作るキャラクターを彼がいろんな人に伝えて、それが文献に残ってっていう風になってるんですけど、斎藤はじめは、まあ、寡黙な仕事人というイメージ通りで、なかなか新選組について本人の口から語られなかったそうで、もともと砂漠派ということで、幕府側で上位、要は海外を倒していくっていう思想が新選組というか会津藩のあれだったんですけど、まあ、最終的には朝敵になっちゃって、新政府と対立するっていう形で新選組って戦っていくんですけど、負けた後斎藤はじめって政府側の人間になるんですね。で、警察学校の先生だったりとか、まあ、なんかそういう剣を教えたりだったりっていう風に、まあ、すごく自分の立場を理解しながら、どこに自分がいれば生き延びていけるかっていうのを考えられる人間だったので、斎藤はじめのそういった何だろう、思慮深さみたいなところが僕は表現できればいいかなというふうに思っております。そして、役作りなんですけど、まあ、ちょっとこれが紹介で使えるかどうかは別として、現在結構僕があのベースとして読んでる本があって、まあ、いくつかあるんですけど、これを一つ紹介させていただきます。陶器斎藤はじめ、戦いの鬼と書いて陶器斎藤はじめですね、という本が、ございます。この本が、斎藤はじめが主人公の本なんですけど、過激な思想に見えるかもしれないんですけど、まあ、要はラストサムライみたいな存在なんですよね、新選組って。もう大砲だったりとか拳銃が当然の主流武器になってきてる時代で、もうこう明治に時代が移り変わっていくっていう直前で、まあ、もう海外の文化取り入れざるを得ないよねっていう中で、命を懸けて剣で戦うっていうことの意味だったりとか、その性の実感っていうものはすごくこの小説から得られるものがあるんで、実際にドラマを見ていただいている方はすごくキラキラした世界かなというふうに思うと思うんですが、まあ、僕がやっている斎藤はじめ、ちょっとそこにスパイスを加えるというか、まあ、本編でほとんど笑顔にならないし、まあ、僕の声のトーンもより下げて低い声でロートーンでやっていくっていうのを心がけていて、まあ、みんながすごいキラキラしてるんで、その中で一つダークトーンを加えてちょっとこう引き締める、作品全体を引き締めようという意識が、ございます。大変
すいません、すいません、こういうのはねいっぱい喋った方がいいやろうなみたいな気持ちがあっちゃって、めちゃくちゃ楽しいです。めちゃくちゃ楽しい。もう3ヶ月ぐらいいるんですけど、京都に住もうかなってなんか落ち着いたら京都に住もうかなって思うぐらい、なんかまあ観光地なんで人はすごく多いんですけど、でもやっぱ東京に比べたら全然少ないし、でもバスも電車も通ってるけど、なんか常に風情ある街並み最高ですよ。本当はね、あの天の橋立とか上の方行ってみたいんですけど、京都にねしばらく住んで分かったのが広い。かなり京都って広いですよね、関西の中でも。だから自分たちが今この行動してるエリアってすごい局所的というか、もっともっといろんなエリアがあって行きたい場所もあるんですけど、なかなかスケジュールで遠出はできない。でそこはね寂しい。まああの京都じゃなくて USJ に行ったりはしたんですけどいや、なんかトワイライトバスってのがあって、15時からだから午後の3時からのバスで全然楽しめたんで、15年ぶりに行ったんでね、ハリーポッターとか、あの任天堂エリア入れなかったんですけどとかも結構楽しめて最高の時間でしたよ。魔法学校本当に、まあ、そんなことも楽しめる素晴らしい、京都の時間となっております。庄司屋事件ありますよその文字通り庄司屋事件でいきます。ただ漢字はあの襖庄司とかの庄司です。まあ、現在ねあの放送中のこちらのね君と生きて作は当然セットがございまして、まあすごいね立派なセット組んでいただいてめちゃくちゃ楽しいんですけど、ドライって言ってそのカメラテストやる前全体の流れ見ましょうみたいな、でアクションゆっくりやりましょうで、スパーンスパーンって言ったら大道具さんがあかんって言っ てどうしたんだろうって待ってみたら障子が穴開いてておかしいな、どれやったんだろうな、スパーンのこの柄の部分で穴開けてていやこれが本番だったらお芝居の都合じゃないですか、それは仕方ないから、もうそれは全然ええよって言って今の良かったでって言ってもらうんですけど、カメラテストでもないんでまあでも障子って1枚じゃないんで、まあ、嫌な話映ってないところと取り替えられるんですね。だからあっちの障子映ってないからこれで取り替えましょうって言って、あすいませんって気をつけますって言って、でテスト2回ぐらい繰り返して本番いきます、よーいスタート、スパーカットあかんって状況でまた入ってるやんってなってそう、なんかセットもちゃんと本当リアル当時のリアルな高さで作っていただいてるんで、僕身長188センチあるんですけど通りも狭いし、でへあの部屋の中で戦うとかなったら、ね、その通り狭い中でこうやってこうやってで、じゃあ、まあ、こう袈裟っていってね、こう斜め切りする時も僕の高さでこう斜めに持ってったらもう天井みたいなスパーンってなるみたいな感じになっちゃうぐらい狭かったりもするんで、その辺の気の使い方とかも、まあ、今ではようやく慣れて、るんですけど、やっぱ最初は勉強が必要だなってのすごく痛感した日々でございました。そこも含めてそれを乗り越えた OK テイクが、放送されてる、わけでございますので、特に盾のシーン、斉藤はじめは無敵の剣とね、称されるほど素晴らしい実力なので見ていただければと思いますし、盾で結構こう重心を下げるんで見てほしいのがね、この袴の白黒がブワッてこう開くんですよね、こう股をクッて重心下げるとバッて開くんで、そこの美しさなんかをちょっとぜひ見ていただけたらと思います。ということで、テレビ朝日系、こちらのドラマ「君と雪で咲く新選組青春録」が絶賛放送中、そして配信中でございます。ぜひ皆様見ていただいて、そして、TVer でご覧の方はね、ぜひこのいいねとお気に入り登録を忘れずに見ていただければと思います。そして、私含めたこの出演者たち、全員10人でですね、君雪というグループ名で、なんとオープニングテーマとエンディングテーマも歌って踊っておりますので、そちらもぜひ YouTube でも、出てるので、ぜひご覧ください。そして各種配信サービスでもねフルの音源聞くことができますので、ぜひぜひ、そちらのコンテンツも含めて
楽しんでいただければと思います。4月と7月期の2クールぶっ通しでやっていきますので、ぜひぜひ、新選組の生き様、そして斎藤はじめの、志、誠は一体何なのかというところに、注目して見ていただければというふうに思います。ということで皆さん、ご視聴ありがとうございました。見てね。